おっ、そのまま来ました。大事で高校生。ああ、よし、とりあえず今週、明日、今日と明日で試合終わりなので、おっしゃ、疲れてると思いますけど、頑張りましょう。お前が一番疲れてるね、今週は明日。おーし、ごめんごめん。まあ、今日ピッチャー K 鈴木ということなんで、まあ、K のランプはつけずに、うまい、まあ、うわー、まあ、H のランプいっぱい見たいので、 H ランプいっぱい見たいんで、しっかり応援するんで、みんな見てください。勝ちましょう。おい、さよー、おい、 H 鈴木、うまいね。監督誕生日忘れちゃったよ。うわ、吉井さん誕生日、吉井さんも53終わった。へじー、やるのか。ちょ、誰が行こうよ。先生。やば。やばこれ。すごいプレッシャー。わあ。先生。昨日まあ初戦負けてますけど、昨日監督が言ってたように、先生、カード勝ち越しを出してますんで。オッケー。先生。今日勝てるようにやっていきましょう。先生。3年前、日本ハムに逆転やられてるんで、まあ、同じ相手に同じことされないように。今日明日、勝てるようにやっていきましょう。はい、セカンド、はい、なんか、鉄よりなんか閉まったな。はい、いいです、ね、なんか、鉄の意味なかったな感じがするわ、なんか。そんなこと、鉄かわいくない。いやー、よし、はい、はい、昨日のナイスゲームです。ありがとう、はい、しかし、なんだ、しかし、まだ、やっぱロッテにはやり返せだとは思ってないんで、あと、今日がまた3連戦あるんで、全部勝つつもりでやっていきましょう。そして、まあ、CS でやる可能性もなくはないんで、この球場では勝てないっていうところを、しっかりこの3連戦で見せつけて終わりましょう。最後、バットってことね。バット、タクヤと全然ちゃうわ。確かに、いや、全然ちゃうわ。周平さんとも全然ちゃうわ。やっぱタクヤより誠司やな。周平さんよりもやっぱ誠司だよ、誠司やな。